こんにちは風穴未来です今回は「赤ひげ診療胆」という作品を取り上げたいと思います。この山本周五郎の小説は映画化もされていまして倉澤明が監督してます。また NHK のドラマにもなっておりまして。 倉本荘のシナリオが秀逸であることが知られております。まあ、テレビドラマの検作と言っていいと思います。で、まず今画面に映っているのが小説ですね。赤ひげ新療館山本修五郎こちらが映画の原作になっているものです。で、まずはあの全体のを見ていくと。 アマゾンで検索するといろいろ赤ひげでヒット赤ひげというキーワードで検索するといろいろ出てきますまあ NHK で最近リメイクされたみたいなんですけどもまあ私の場合もうほとんどこういう新しくリメイクされたものは見ませんあのもちろんいろいろ見てきたんですけどもそのたんびにあの傑作の方の印象が せっかく感動した印象をですねこう汚されてしまうようなそれぐらい定列低いあの質の低い作品になってしまうということがほとんどというか、まあ、100%あのダメダメな作品にな,なってしまっているので、まあ、その原因についてはまたあの機会を改めて申し上げたいと思いますけども。 まあ、映画のこちら黒澤明の、まあ、文句なしの名作ですね三船敏郎と加山雄三が共演してますこの精神を病んだあの少女の役は二木照美さんが演じてますねでこう見ていくと まあ、映画の場合はですね、あのー、こちらのアマゾンプライムプライムビデオで見るのが現実的だと思いますというのは公開室で400円で、えー、見れますので。 DVD とかブルーレイを買うよりはずっと安いのとあとビデオレンタル DVD レンタル行って借りてきてまた返すという手間もありませんのでまあ私は今は Amazon プライムプライムビデオですねでほとんど見ています。また 作品によってはないものもあるのでそういう場合には Google の YouTube から映画も購入できるのでそちらで見たりとかあと楽天 TV とかいろいろまあ好きなものですからあのいろんなところからあの見てますけどもまあ一番便利なのは Amazon の Amazon プライムが一番便利ですし安いですね年間今値上がりして年間で5000円切る 4パーーらいだと思いますけ以前、ね、安いですよね年間とするとねそれで映画まあ見放題というのがあの多くの映画をその年間年費の中で見れるということですねただこういう名作とかはですね個別に買わなきゃいけない場合も多々ありますけれどもということで映画、えー 何を私今日お伝えしたいかというと映画も原作も両方とも傑作っていうのはなかなか少ないんですけれども両方とも傑作ですこの赤ひげに関しては。そしてあとですね NHK のドラマで1972年から73年放送された小林慶獣さんが主演した赤ひげ役になったドラマなんですけれども実は。 非常にに優れたあのドラマになってます今ですね NHK の何、うん、て言うか名作戦の中の一つに入っているような感じでたった一話しかまあ高いお金を払っても一話しか見れない私なんかのなんかのタイミングで見たんですよそれをいつだ,だったかねその。 買ったのかなそれちょっと忘れてしまったんですけども非常に優れてますあの三船敏郎さんの演技とはまた違うまあ演技力では本当に小林慶獣さんというのは三船敏郎にえまあ全然タイプは違うんですけどもえ演技力はもう定評のある俳優さんですからねあの素晴らしい演技してますね。ですから NHK いいろろ 批判されれてますけれども,もう過去の名作はですねあのインターネット配信始まりますよねいつからかまだ正式にはあの決まってないと思いますけどそういう時にはいいですよ月々いくら払えって言うんだったら払いますからこういう名作を全て全作品そのお金を払い続けているうちはあのその月いくらの中で 見放題にしてしてほいですねもうこういうものを惜しんでるようじゃまあ NHK の存在価値はないですね。で民放とほとんど変わらないバラエティ番組みたいのをもうどんどん作るよりは名作戦というものまあアーカイブズあのいろんな古いドキ,ュドキュメンタリーとか、まあ、本当に NHK うまいのでそういうものを無料で 無料というのかなそれを全て公開ですね過去のものは全てあの公開すると、まあ、名作戦でもいいですけどもリクエストのあったものはもう出すあの無料で無料配信するでもう二重三重で儲けようとしない DVD とかそういうものをまた売って非常に高い高価な価格をつけて売ってまた儲けるという。 もう,そういう儲け主義をやめてあの名作を提供するとで国民の民,民度を上げていくとそういう文化文化価値ですねそういうものを高めていくというような役割を担ってほしいと思います。でまあ赤ひげはですからまあ市場しか見れないからあれですけども映画 小説テレビドラマ全て傑作なんですねでもやはり原作が原作となったこの小説がいいからだと思いますで私の美しい言葉辞典の中で黒澤明の赤ひげはですね本格的にはレビューしてないんですよ実はまだあのざっとこのクリスマスに赤ひげを見るようにしていた時期があってそのことについて 書いた記事があるんですけど、ね、まあ一応 URL 動画の概要欄にお貼りしておきますのでよ,よろしければ読んでいただけたら嬉しいです。でですねこの作品中にも出てくるんですけども病気や不幸の理由はほとんど貧困であるとそう,そういう言葉が出てくるんですね。ですからちょっと貧困について あの考えたいっていう人は参考になるかもしれませんこの「赤ひげ」というのはもちろん医療ドラマなので命というものが生と死というものがテーマになってますけれども貧困のためにですね人間というのはどれだけひどいことになっていくかということがリアルに語られて表現されています。で まあ今政治でこれだけ貧富の差が激しくなってまあ貧困の問題がですね政治的な話題として上ることもありますよねそして社会問題として貧困という,のもう主要キーワードの中に入ってしまってるとそれぐらい貧困は貧困問題は深刻なわけですけどもただ私思う,思う時に 貧困って目に見えないものだって言われてるらしくて私の生活範囲内非常に狭いんですけれどもまあ池袋に乗り換え時間入れて30分まあ駅からある駅まで歩いていく時間を抜かしてですよ電車に乗って乗り換えてる時間だけで30分以内で行ける町に住んでるんですけれどもここに住んでますと 貧困というあの決して高級住宅街ではないで庶民の街で,ですねで決してお金持ちが住んでいるという気配は見えないしスーパーマーケット行くとほとんどが大衆,大衆車で軽というのかなその小さな車が多いそれぐらいなんていうのか お金持ち富裕層が住む町ではないんだけれどもじゃあそこで貧困が見えるかというとなかなか見えにくいで回転寿司がまずないでカウンターで座って一つ一つ注文するような寿司屋は毎日満,満席状態ですどこが貧困なんだっていうぐらいあの貧乏貧乏と言いながらお寿司を一日あ 週何回も食べている人たちがが住んんででいるっているうううそななよよ感じししてしまうわけですよねもちろん自分が動いて貧困問題を追求して取材に入れば当然貧困の現場っていうのはあの見れるわけだけれども日常生活の中で、ね、見えるかどうかということを気になっててい時と貧,貧困って何なのかなって私考えている時期まあ今も考えているんですけども。 そういう時に。この赤ひげ診療隊赤ひげという作品は大いに参考になるのではないかなと思って、今回取り上げて取り上げることにしました。で、私の風穴クラブはですね。その名作映画を見たりとか。あと名作の書物名著ですね。まあ、小説しエッセイ評論。 あのジャンル問わずそういうものに触れていきましょうというそれは自分で考える力を養って自分でビルドアップ思想なり何なりを構築していけるだけのところまであの一人お一人お一人成長,い成長していきましょうと私も一緒にということで私も今勉強中で成長過程なんですけれども。 まあ、そういうような。趣旨を持った風なクラブの中でですね。この赤ひげというのは。小説もよし、映画もよし。まあ、ドラマは今。まあ、実質見れないと言っていい。ですね。で、新しい。出たばかりのドラマ見ない方がいいと思います。こんなもんかと思っちゃうと、逆に困るので。黒澤明の赤ひげだけを見ておけばいいと思います。どうしても見たい方は、小林啓司さんの。 出演しているものを探しまくれば、まあ、あの図書館で借りれるとこもあるのかもしれませんけどねそういう1話だけですけども見れると思います。で、あのー、原作の「赤い毛新療体」に入っていくるんですけどもなぜね私、えー、貧困問題それについて考えるために赤い毛新療体読みましょう。 もちろんそれだけじゃなくていわゆるね短編集の集まりなんですよ一,一話読み切りみたいな形で結構そのたくさん話が入ってます。で文章は何、うん、て言うのかな山本周五郎さんらしくないんですよ文体的には。もっとこの人はねポエティックというのかな史上あふれるそういう美しいというのかなそういう 情感豊かな文章を書ける人なんだけど、テーマがテーマだから、そういう要素を封印してるのかな。自分でで、人間のその内面というものを掘り下げるということをやってますね。で、あと、私がいつも言ってる視点コントロールということを言いますよね。その左も右もないで。 まあ私は「令和のモンサルト」という企画術プランニング術の電子書籍発表してるんですけれども要するに人間,の中人間の中にも善とか悪だとか天使,天使も悪魔も住んでいて天使だけじゃない悪魔だけでもないいろんな人間が一人の人間の中に住んでると。でですから物事を見る時に天使の目で 見るのと悪魔のと目で見ると全然違ってきますよ、ね、で、この赤ひげ心療炭のいいところは人間って一筋縄ではいかないものだと要するに簡単に割り切れるもんじゃないで、ほぼね最初の頃に出てくるあの話は面白くてもう絶世の美女なんですよでもなぜかそのロローに入れられてるのねで素晴らしい美女。 なんで,すよで、えー、安本という,こう新人のう医者がその患者を見ることになるんだけれども結局その,うその美しさに魅せられてしまうんだけれどもまあ、えー、ネタバレになるからそれ以上言いませんけどとんででもない目に遭うわけですねあの命を落としかねないようなそういう目に合わされるわけだけれどもそれぐらい人間っていうのはこう外見 パッと見では分からない内面というものを抱えてるしいろんな要素を持ってるということですね。でとにかくあのイデオロギーというか政治関係の本を読んでてあと歴史書でもそうなんですけど作者のひ作者個人の視点で書かれてるんです要するに単視,視点で書かれてるんですよ。そういう今時のものというのかな。その 特に新しくななればなるほどね、その作者の意図であのその視点で解釈してあの結論みたいなのを出してるのでそれをうのみにしちゃうとその考えしかできなくなっちゃうっていうのがある。ところがこういう優れた小説を見るといろんな赤ひげの視点安本の視点患者の一人一人の視点とかそれぞれの登場人物になって なりきってその登場人物の視点で考えたり感じたりするっていうことがあの一つのイデオロギーに凝り固まらないでそれを進歩を仕掛けてもうリセットというのかなもう一回違う視点で物を見れる。でイデオロギーって単純に右と左って言われますけどもほとんどの人がもう一回右の あの考えにかねそうじゃなくて常に例えば今日一日でも右から見たり左から見たり自由自在にできるようにならないとなかなか物事の本質確信ってつかめないんですよでそれが小説を読むとすぐ優れた小説ですよダメな小説読んでもダメなんだけども優れた小説を読むとその視点のコントロール というものができるようになるんですねあの口幅った言い方で申し訳ないんですがこれは本当に小説を愛好している人とそうでない人の差って大きいと思います特に名作文学というか小説を読んでる人と読んでない人が政治を語ると全然違うと思います要するに人間を深く深く掘り下げている人が政治を語る 人間を深く深く掘り下げている人が歴史を語るのとそういうのを文学って読んだこともないっていう人が政治や歴史をかちゃ語ってしまったら非常に薄っぺらな偏った短視点のものでそういう場合には多くの場合間違った意見を言いかねないそれはいろんな角度からものを見てないから間違いやすいんですよ。ということですね。まあ、 えー、長くなってはいけませんのでまた喋るべればるほどネタバレになっていくのでこれぐらいしますけどもあの今日のま,まとめに入りますと、まあ、そういう視点コントロールができるいろんな視点からものを見れるようになるというのは小説の魅力であと人間というのは一筋縄ではないかないものだとでいろんな要素を含,含んでるという。 そういうことを知っていくと歴史というものを例えば大東亜戦争太平洋戦争が悪だったとか善だ,だ善だったとか正義の戦いだった侵略戦争だったってこの一面的に規定する決めつけることの愚かさというか意味のなさっていうのが分かってくると思います。ということであのまずは 原作の赤ひげ心霊団を読んでいただいてそれから黒澤明の赤ひげを見ていただくといいかと思いますあ、すみませんまとめと申し上げたんですが簡単に黒澤明の映画について最後数分でもう終わりにしますけどもまあ黒澤明全30作あるという言われているというのが、まあ、全30作ですねでずっと見ていくと 赤ひげっていうのは1965年の作品であとね赤ひげ以降すごい年数は最後1993年なんだけれども最後はまだだよがね作品がガクッと少なくなるでモノクロームのモノクロ白黒映画の最後の作品ですねで 私の見解なんですけども、黒澤明の最後の傑作だと思ってます。素晴らしい。あの映画での作品です。ただ、これ以降はですね。まあ、もちろん一つ一つの作品にいいところはあるけども、もまあ、黒沢の全盛期のそれではなくて衰えもあるし、うん,なんて言うのかな？こう失敗してる面が多々あるんですよね。ですから作品として。 最後のの、ね、というのかなそれが味わえるモノクロであと三船敏郎、ね、が出た最後の映画でもあるですからこれは黒澤は映画を語る時に赤ひげっていうのは絶対欠かせないその理由でもあるわけですね。で185分のもう長編映画でただ一番長いかっていうとそうでもなくて。 あの七人の侍は7分なんですねまあ語り出したらきりがありませんけれどもそういうことで「赤ひげ」という映画黒澤は映画の中でもあの欠かせないあの傑作中の傑作であります。はい、ということであの「いうで 動画の概要欄にはこの私の、まあ、簡単ではありますけれどもレビューページへの URL をおありさせていただきたいと思います。まあこの赤いひげ診療団、図書館にもあると思います。まあでも文庫で693円であの買える範囲なのでで私も実はね新しく買い買い替えたんですよ。 というのはね、文字が大きくなっているんですね新版,新版が出ました実は山本周五郎今も人気あるからでしょうね全部この少しずつ少しずつそのあの新しくなって文字が大きくなってその分分厚くなるんですけどもね、まあ、文字が大きい方が読みやすいですよね。ということで私は二度買いになっちゃってますもちろん最初の頃のものほとんど持ってるのででただ買い替えてます。 ということで今日もちょっと長くなってあの失礼しましたけれどもこの「赤ひげ診療坦」ですね是非映画と小説両方で触れてみてくださいはい。ということで今日も最後までご視聴ありがとうございましたそれではまたお会いしましょう。